こんにちは、フジェンクのあきです。今回は新しくスウェットが入荷したので、こちらを使ったコーディネートを5つご紹介しようと思います。でスウェットって結構部屋着っぽくなっちゃうっていうので敬遠される方多いと思うんですけど、コーディネートする時のポイントは中ですね。フーディー、まあ、いわゆるパーカーですね。パーカーをコーディネートする時って、まあ、フードがあるので、まあ、外のアウターだったりを考えると、まあ、ジャケットだったり、まあ、コート、今の時期だったらコートですね、コートにするのかブルゾーンにするのか、まあ、レザーにするのかっていう感じだと思うんですけど、スウェットの場合外っていうよりも中で遊べるので、今回はそれを、まあ、どういうパターンでコーディネートできるのかっていうのをご紹介しようと思います。じゃ早速いきましょう。はい、ということで1つ目ですね。1つ目はもう定番的な、もう今結構ファッション好きな方だったらやってるであろう、白の、僕着てるのはタートルですけど、ハイネックでもモックネックでもいいと思うんですけど、まあ、これですね。まあ、白を中に着て、でスウェットってやっぱりどうしてもカジュアルなアイテムではあるので、まあ、下、まあ、こういう時は、まあ、スラックスがいいのかなって僕は思ってます。まあ、スラックスでちょっとかっちりしたブルースニーカーっていうのが、なんかもう本当定番中の定番のコーディネートかなと思います。こんな感じですね、白のタートルを着ると。もちろん白じゃなくてもいいですけど、白であればどんな色でも映えると思うので、白のタートルネック、ハイネック、モックネック、どれか持ってると結構コーディネートの幅が広がると思います。じゃあ次2つ目いってみましょう。はい、2つ目ですね。2つ目はサーマルを着てます。ちょっと前が思ってたよりも短かったので出てないんですけど、まあこういう感じですね。でサーマル着るとやっぱりちょっと、まあ、古着の感じだったりが出るので、まあ、若干男臭い感じになりますね。なので、まあ、ちょっと、まあ、さっきのスラックスと合わせるには、まあ、カジュアルな印象になるので、まあ、ちょっとブーツとか合わせてますね。まあ、でもちょっと逆にその男臭さを楽しむというか、なのでヴィンテージのデニムを合わせて、まあ、ここでスニーカーだとカジュアルになりすぎちゃうのでブーツを合わせてるっていう感じ。まあ、後ろから出てる感じなので、ショート丈のアウターをまた、まあ、今の時期だったらですね着てあげると、まあ、よりいいかなと思うので、ちょっとそれも着てみましょうか。はい、着てみました。ブルゾンですね。なのでこんな感じで 1,2,3 で、まあ、レイヤードを楽しめるっていうのも、まあ、いいのかなって思います。じゃあ3つ目いってみましょう。はい、3つ目ですね。ちょっと3つ目は結構今っぽくはないんですけど、個人的には昔から好きな組み合わせですね。まあ、もうシャツにネクタイまでしてベストを着るっていう。こちらはシャツ着てネクタイしてるのでちょっとカッチリしちゃってるので、インディゴのデニムですねにブーツっていうのが結構僕は昔から好きな組み合わせなんですよね。まあ、ネクタイしてもしなくてもって思うんですけど、ちょっと個人的にはスウェットっていうカジュアルなものにネクタイまでするっていうのが好きなところなんですよね。これはこれでいいんじゃないかなって思います。じゃあ4つ目いってみましょう。はい、4つ目はロングシャツとのレイヤードスタイルですね。さっきはもうオーソドックスな白シャツとのコーディネートだったので、ロングシャツと合わせるのもおすすめですね。襟やバンドからです。まあ、これはあの普通の襟付きでもいいんですけど、個人的にはバンドカラー好きなのでこんな感じでもいいかなと思います。でロングシャツなので、まあ、今の時期であればこの上に、まあ、ロングコートは結構いいかなと思うのでちょっと着てみますね。はい、コート着ました。まあ、ロングシャツと合わせるのであれば、ロングコートと合わせるのが僕は結構好きなのでおすすめですね。はい、じゃあ最後5つ目ご紹介しますね。はい、5つ目ですね。5つ目は中のレイヤードじゃなくて首元に何かを持ってくるっていうコーディネートですね。ウールのスヌードなんですけど、スヌードじゃなくてもウールのマフラーだったりストールとかを巻いていただいて、まあ、春先になったらちょっと薄手のスカーフとか巻いてあげるのが僕はいいかなと思っています。やっぱりそのまんま着てしまうとどうしても部屋着感が出てしまうので、何かプラスっていうのがやっぱりスウェットをおしゃれに着るのには必要なのかなと思ってます。なので、まあ、メインがスウェットになってるので、一番最初に履いていたもうスラックスですね
で足元、個人的には結構薄めのスニーカーとスラックスを合わせるのが好きではあるので、まあ、こんな、まあ、バンズのが結構僕は最近多いですね。はい、まあ、こういった感じで5つコーディネートを紹介いたしました。まあ、少しでも参考にしていただければなと思います。あ、でこのスウェットはもうだいぶサイズは欠けちゃってるんですけど、店頭に一応在庫はあるので、ご興味ある方はぜひぜひこちらもお試しください。でホームページももうすでに掲載してるので、こちらもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。